大港市所、JR バス、東北大港市所は、青森県むつ市に所在する、JR バス東北の営業所である。大港営業所は、下北線開業により設置された。大港駅において、大港線から、脇の沢方面への接続が取られている。大港線運休時には、 列車代行バスの運行や、リゾートアスナロシも北号向けの会員制バスを運行するなど、大港線とは密接な関係にある。乗降方式は、前乗り前より、車椅子、ベビーカーは、折りたたんで乗降する。JR バス、田辺駅にて、六市田辺から大港、川内町を経由し、脇の沢まで至る路線。田辺大港、宇そ川。 泉沢間で、旧市内系統が運行されている。以前は、川内、脇の沢地区に支線があったが、利用者の減少により廃止され、それぞれ川内町、脇の沢村に廃止代替バスの運行が移管された。本線自体も、沿線の急速な加速化が進み利用者が減少。2000年代には、大幅な減便が実施された。しかし沿線には、 県立大港高校や大港小学校などの小、中高等学校があることや、下北地方で唯一下北交通のバス路線が乗り入れないことなどがあり、重要な通学路線となっている。路線の愛称は、下北シーサイドライン。以前は、川内町、脇の沢で、それぞれ大白航路が設定されていたが、川内町駅舎取り壊しと、本数削減により、 現在は、脇の沢大白のみとなっている。田辺脇の沢間の便は、地域間感染系統として、国、青森県、むつ市から補助金を受ける。運行経路2010年12月4日現在、エクスノース、ありがとうございます。